はい、どうも、ともしです。今日はですね、プレミアム牛めしをただ飯します、ね。プレミアム牛めし。今日まで株主優待が無料で、タクーさんにもらったので、タクーさんはなんか投資制限してて、食えないらしいです。ただ飯しようと、ね、すいません、昨日ね、カルビなんとかね、クソまずいとか言ってね、このままだとね、松屋から CM 来なくなっちゃう。松屋から CM 来なくなっちゃう。ちょっと、ね、ここで美味しいの。チョイスがいけなかったと思うんだよな。サイチャンズチョイス。なんだ、俺、唐辛子もらってきちゃったけどさ。唐辛子もらってきたけど、これプレミアム牛飯用の、のがついてる。よくわかんない。サラダだから値段よくわかんないよ。高いでしょ、これ。350円なのかな。よくわからん。いただきます。もうなんかさ、最初からかかってるんじゃなくてさ、これでかけるとさ、自分でかけると、なんか、レトルトの牛丼みたいな感じだね。いただきます。ちょっと甘めだね。僕松屋はさ、定食屋なのと言うけど、だからあんま松屋行かないです。牛丼食べたい時はすき家の持ち帰りだね。昨日定食って思ったのに、ご飯と味噌汁は美味しかったよ。カルビはひどかったけど。ご飯余っか。個人的にはかかってる方が好きなの。牛丼は。ご飯に染みて。すごい。なあね、バナナベアも飲んだんですけど、普通でしたよ、割と。ちょっと泡がバナナっぽい感じなんだけど、普通のフレーバービール、ビアですよね。だから、地ビールだと、
ローソンで売ってる俺ビール、僕ビールでしたっけ、 あんな感じのフレーバービール、私フレーバービール好きなんですよ。ただ私嫌いなのは 黒ビールが嫌いなので美味しかった。ちょっと泡がすごかった。泡がね濃厚で、泡がワイン、ただ別にバナナの味がするわけじゃない、普通のフレーバービールでした。そんなとこ。